天皇陛下は23日、84歳の誕生日を得られました。これを前に記者会見に臨んだ天皇陛下は、今月、再来年4月の退位、決まったことに触れ、残された日々、印としての務めを果たしながら、次の時への継承に向けた準備を、関係する人々と、共に行っていきたいと述べられました。天皇陛下は、誕生日を前に皇居、宮、で記者会見に臨み、今年1年を振り返って感じたことなどを述べられました。この中で天皇陛下は、今月、再来年4月、0の退位が決まったことに触れ、まで多くの人々が、各々の立場で考え、努力してきてくれたことを、心から感謝、ていますと話されました。その上で、残された日々、象徴としての務め、果たしながら、次の時代への継承に向け、準備を、関係する人々と共に行っていき、いと思いますと述べられました。皇陛は、また、7月の九州北部豪雨で、大きな被害を受けた福岡県と大分県の被災への訪問を振り返り、車中から見た際の大きさは、自然の力の恐ろしさを改め、感じさせるものでしたと語った上で、被害に遭った人々が深い悲しみの中に、見ながら、みんなで協力して懸命に復興にと、組んでいることを、心強く思いました。話されました。そして、先月、鹿児県の島々を訪れ、今年の火山の噴火、全島避難を余儀なされた甲長良部島の民を見舞ったことも触れ、屋久島の、町の助けを得て避難生活を送り、今は多くの人が甲長良部島に戻り、復興に取り組、ながら元の生活に戻りつつあることを嬉しく思いますと述べられました。その上で、我が国は豊かな自然に恵まれていますが、同時に自然災害の脅威にされており、こうした事態に備え、また、不幸にして災害が起こった時、人々が助け、会うことがどれほど重要かということに、思いを深くしましたと話されました。なに、天皇陛下は、今年2月末日の、トナムへの親善訪問も振り返って、日本と